ビアンカ・バネッサ・アンドレースクは、カナダ・オンタリオ州、ミシサ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝を挙げている。身長170センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス4位、ダブルス147位。カナダ人初の全米オープン女子シングルス優勝者。 2019年のロジャーズカップでカナダ人選手として50年ぶりに同大会の優勝を飾った。7歳からテニスを始める。2017年全豪オープンと2017年全仏オープンジュニアダブルスでカーソン・ブランスティーンと組んで優勝した。2017年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり4大大会に初出場した。1回戦でクリスティナ・クコバに4から6。 3から6で敗れている。シティオープンの1回戦でカミラ・ジョルジを破り、WTA ツアー初勝利。クープバンクナショナルではダブルスで決勝に進出した。2018年は4月に2週連続で ITF 女子サーキット25キロの大会で決勝に進出したが、どちらも決勝では敗れた。7月に背中の怪我を負い、11月まで離脱した。 2019年は1月のオークランド大会の2回戦で、キャロライモズニアッキ、準々決勝で、ビーナス・ウィリアムズ、準決勝で、射宿前前を破って勝ち上がり、ツアー初に決勝に進出した。決勝では、ユリアゲルゲスに625716で敗れた。1月末に、トップ100入り。3月の BNP パリバオープンでは、主催者推薦の出場から1回戦。 イリーナイコールカメリアベグ、2回戦ドミニカチブルコバ、3回戦、ステファニー・フェーゲレ、4回戦、王将、準々決勝、カルビネ・ムグルサ、準決勝、エリナ・スビトリナを破って決勝に進出。決勝では、アンゲリク・ケルバーを6から4、3から6、6から4で破り、ツアー初優勝を果たした。マイアミ・オープンでは、ベスト16入りしたが、肩の怪我で途中棄権した。 この故障の影響で、クレイコートシーズンは全仏オープンのみ出場、グラスコートシーズンは全休した。8月のロジャーズカップで復帰すると、第3シードカロリナ・プリスコバラを下して、決勝進出。決勝の相手は、セリーナ・ウィリアムズだったが、セリーナが途中棄権したため優勝した。続く、全米オープンは準決勝で、ベリンダ・ベンチッチを破り、決勝で、 セリーナをストレートで下してグランドスラム初優勝を果たした。同大会において十大代選手の優勝は2006年のマリアシャラボア以来でカナダ人の優勝も初、大会後の世界ランキングで5位になりトップ10入りを果たした。ロジャーズカップから続けていたシングルスの連勝記録はチャイナオープンの3回戦を勝ち上がった時点で16まで伸ばしていたが、 準々決勝で大阪の海に7から5、3から6、4から6の2時間超え試合に敗れたことでストップ。初出場した WTA ファイナルズは左膝故障のためラウンドロビン第2戦で途中、棄権して終わった。年間最終世界ランキングは5位。左膝の故障が言えず、全豪オープンを欠場。その後、新型コロナウイルス感染症が流行し、ツアーが中断。 8月に再開後も全米オープンは準備不足を理由に欠場し全仏オープン前に感染症への懸念から全球を発表した2021年全豪オープンで15ヶ月ぶりに復帰し白星も挙げたここは2回戦で敗退したが続くフィリップアイランドトロフィーではベスト4まで進んだマイアミオープンではガルビネムグルサラを破り2年ぶりのツアー決勝進出 しかし、第2セットで劣勢に立たされている時に転倒して、負傷し、数ポイントをプレーした後3から6、0から4となった時点で、試合続行を断念した、多様な引き出しを持つオールラウンダー。マルチナ・ナブラ・チロワは、アンドレスクのプレーの多様性は、マルチナ・ヒンギスを思い出させ、さらにパワーも備わっていると評している。強烈なフォアハンドストロークを、クロスコートで展開し、 フィニッシュは逆クロスのフォアハンドストロークやドロップショットがトレードマークになっている。ムーンボールのようなハイボールを打つこともある。ドロップショットで相手をネット際に誘い出し、ロブで頭上を抜く形も得意としている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2019年全仏2回戦の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。